疲れ様です。お疲れ様です。エマさん、クッキーありがとうございます。ちょっと前髪切ろうかな。長いよね。よいしょっと。そう、なんか個数で競ってるらしいけどさ、それはファンの方が投げた個数で競ってるのか、配信者がもらった数で競ってるのか知らないんだよね。よいしょ。31まであったら今が3月5日、じゃあ私それで計算してるのかな。私51位なの。そんな3位とか絶対無理じゃない。よいしょっと。こんばんは。前髪を切ります。あ、今日あったかいよね。暖房つけてないです今。今日はあったかいです。今日は1ミリ。暖房いらないよ。暖房なしで19度あります。やばくない？あ、花粉症やばい。え、花粉症やばい。めっちゃくしゃみ出た昨日の夜寝る前。え、しかもなんか昨日の夜はなんか普通に長風呂をしてたんですよ。40分ぐらい。そしたら多分花粉症で鼻が悪いからか、鼻血が出ました。鼻から血が出ました。よし。ね、入りすぎたんかな、熱いお湯に。鼻声になったら、そうなの、花粉症にやられすぎて大変ですよ。できた。生写真が100円アップ？マジ？こんばんは。こんばんは。お話し会で見られるの、そんなに見えるかな。
言わなかったら絶対気づかないよそれ。うどむさん好きギフトもありがとうございます。特に笑われてる。え、でもお話し会じゃ見えない気するけどな、鼻の色とか。どうなんだろう。なんか新しく買ったビューラーあんま上がらん。ガワさん、クッキーありがとうございます。ワセリン。怖ってか。ゆざかさん、クッキーありがとうございます。クッキーありがとうございます。まやさん、ありがとうございます。気分それのまつげ上がらんかったら気分上がらん、マジ。花粉症だし、なんかテンション上げたいんだけど、なんかテンションの上げ方とか知らない？テキーラ以外で誰かテンションの上げ方を教えてください。しかも今日、あ、見えんか、箱でね、なんか怪我したんですよ。見えんかった。昨日のゆきりくめっちゃ可愛かった。ほんとポニーテール。知ってたら今頃こんな風になってないのよって。そっか、知らないからそうなってるんだよね。パラパラ踊る。何パラパラって。リゴリゴさん、クッキーありがとうございます。美味しいものを食べに行きましょう。ラーメン食べたんだよ私、昼ご飯に。十分じゃない？お腹空いてるわけじゃないと思うんだけど。あれ買おうかな。パンチングマシーンみたいな。ジモランさん、クッキーありがとうございます。定期的に来る。テンション上がりそうな曲。代わりにワイクリーンに行きます。いいね。じゃあお腹を出してもらって。パンチングマシーンです。そう、起き上がりこぼしじゃないわ、なんか赤いさパンチするやつ。鼻むずむずするのって。今は大丈夫ですけど、昨日の夜とかは、さっきとかは結構くしゃみしてました。喋ってたら大丈夫かも。喋ってたりしてたら大丈夫なんだけど、喋るのやめたりしたら
イモケンピーさん、クッキーありがとうございます。お疲れ様です。オロナミン C 飲もうかな。元気出してこー。なんでだろう、すっぴんだからかな。可愛くしたらテンション上がるかな。そう、喋ってたら大丈夫。公演中も、公演中もくしゃみは出そうにないけど、踊ってたりしてたらね、黙ってたりしたらそうになるけど、うん。なんか持ってこようと、よっとこしょっと、よっとこしょっとこ、うさぎさん、うさぎさんに間をつないでもらって、2023年5月までなんだけど、早く飲まなきゃいけない。意外と賞味期限って早いんだね。こんばんは。オロナミン C。私炭酸が苦手なんですよね。ビス？私丸々派、なんだろう、リボデーですか。髪の毛でも巻いてテンション上げるか。鼻ムズムズしてきた。花粉じゃん。オロ A。 何それ、オロナミン A。 よいしょっと、こんばんは。今日天気悪い？気のせい？あ、めっちゃ春子。モンスターか。私モンスターは飲まないや。タブレットはない。しまいちさん、ありがとうございます。クッキー、そんなことないか。晴れか。来週日月が雨だ。やっさん、1円タワーありがとうございます。黒緑茶さん、ありがとうございます。昨日の公演本当に楽しかった、ありがとうございますね。公演が楽しかったから次の日が絶対なんか、なんだろう、公演がテンション上がるから、この次の日の虚しさ、多分それが来てるんですよ今ね。あんだけ1時間楽しんだ日のさ、次の日のさ、なんだろう、この部屋に取り残されてる感じ。そうなんですよ。リカちゃんコール聞けました、嬉しい。なんかリカちゃんって呼ばれることがあんまりないからさ。頑張れギフト、ありがとうございます。そう、リカちゃんって呼ばれることがあんまりなくて、最近リカちゃんって呼んでくるのはもう同級生ぐらいしかないからさ、新鮮だよね。あ、リカちゃん、なんかリカちゃんね、新鮮でしたね。毎日公演あった方がいい。それはちょっと体力が持たんかもしれんけども、2日に1回ぐらいだったら、週3とか。
自己紹介は変えてないですよ、胸雪なので。あそこをリカちゃんに変えることは不可能なんですよね、どこ行きにかけてるから。カークさん、クッキーをありがとうございます。こんばんは。まあ胸ゆきって珍しいからね、胸ゆきで印象付けた方が覚えてもらいやすい。リカちゃんってコールは誰が決めたのって。え、もともとねリカちゃんだったんですよ。決めたっていうか私の名前がリカちゃんだからリカちゃんなんだよね。なんか最初からゆきりかっていうニックネームはあるっちゃあるんですけど、4文字だと呼びづらいので普通に下の名前を取ってもらってるっていう感じですね。そう、最初からリカちゃんです私は。フガーさん、クッキーありがとうございます。クッキーで2日に1回もらえるかな。めっちゃ綺麗に負けた。ちょっと髪を切りに行きたいんだよね。もうポニーテールしたから。鎖骨ぐらいに。ミニマロンさん、クッキーありがとうございます。こんばんは。胸板が痛い、胸板が痛い、そうかけてないよね、真剣に言ってるよね、ごめんね笑って。なんでだろうね。でもたまに心臓とか痛くなるよね。あるんだよそういうの。あるよ、人間あるんだよ。仕事が片付かない、大変だ、頑張って。森健さん、一円タワーありがとうございます。え、たまに心臓とか痛くならない、なんかギューって。だから普通にみんなある、心臓の収縮、収縮なんて言うんだろう、収縮あるよね。あるよ絶対、あるある。わ、いた、心臓いたみたいな、あるよ。よくなるんですよ、だから調べたことあるんですけど、なる。こんばんは。え、健康診断は私正常ですって。健康診断はしてないけど血液検査が正常だったから。こんばんは。いのちゃさん、クッキーをありがとうございます。心臓痛くてもう終わりかと思うときほらあるんだって、あるって書かれてあったよ調べたとき。結構
あの心臓のなんかなんていうの、収縮みたいな、なんか縮んだり大きくしたなったりする。私は健康です。え、小さい頃からあるよ。なんなら小学校の時から心臓痛いのたまにある。村吉さんクッキーありがとうございます。え、でも健康診断はマジで受けたいんだよね。ちょっと受けたいけどタイミングがないんだよね。なんか結構前々から予約せんといかんくない？なんか仕事の予定がね、そんな前々から分かる仕事じゃないから。まさはるさんクッキーありがとうございます。お、やっぱ巻いた方がいい感じ。ないよ健康診断とか。受けたいなとは思ってるけどさ、一回なんか調べたら結構前から予約がいるみたいな感じでさ。うどんまさん好きギフトありがとうございます。でもなかなかそんな前々から予約入れれないからさ、って感じ。でも私は健康なんです。健康に生きていたので。こんばんは。でしょ？そう、予約がね1ヶ月前とかにいるんですよ。むずい。血抜かれます？え、最近抜いたよ血で。健康的だった。めっちゃ綺麗に負けたんだけど。なんもない日なのに今日。え、お話し会とかでこれぐらい綺麗に負けたら嬉しい。そう、有給はないですよ。休みはあるけどいっぱい。有給とかはない。ミキアさんかわいい、ありがとうございます。この後お風呂入って崩すだけなのに綺麗に負けちゃった。綺麗に負けてテンション上がりましたかって。え、なんか逆にこんな何もない日に綺麗に負けてクソって思います。もっと大事な日に綺麗に負けたらいいな。公演の次の日はオフが多い。そうですね、そうかも。でも明日からまたレッスンです。コンビニで紙ちらつかして、お電話くださいってやらなきゃせっかく綺麗に開けたからこんばんは。人間とコミュニケーション取りたいな夜ご飯はね決めてないんですけど、でも今日はねラーメンを食べたんですよ4時ぐらいに。だからそれもね晩ご飯昼兼夜みたいな感じにできたらいいなって思ってるんで、夜はあんまり食べるつもりないです。何ラーメンって、え、なんだっけな、え、ラーメン軽い。そう、え、替え玉したかったんですよ私。替え玉したかったんですけど、なんかタブレットのパスコード、私の席のあのタブレットが壊れてて、パスコードをいちいち店員さんに入れてもらうといかんくて、だから替え玉諦めた。普通だったらさ、タブレットで注文してくださいって言われてタブレットで注文できるようになってるんだけど、
いちいち画面が切れてパスコードを入れなきゃいけないんですよ、 iPad の。でもパスコードは店員さんしか知らないからさ、一回一回呼ばなきゃいけなくてさ、まず席着いた状態で一回呼んだんですよ、これパスコード分かりませんみたいな。そしたらあーってなって起動してくれて注文したんですけど、また替え玉を頼む際に店員さん呼ばなきゃいけなくて、そうだからもういいやと思って今日は替え玉しませんでした。結構有名なラーメン屋ですよ、赤と白があるやつ。なんかほとんどのラーメン屋さんがなんか5時半からみたいな、調べたら昼が1回2時に終わって5時半から夜営業ですみたいな感じだったから、空いてるところ探したらそこぐらいしかなくて、一覧と、あ、そう、一風堂です。一覧は結構行ってるから違うとこにしようと思ってそこにしました。一風堂です。4時頃食べたんでまだお腹は空いてないですね。ちょっとなんか太った気がして最近、昨日からダイエットしようかなって思ったりしてて、食べる量も減らそうって思ってます。アーシャも来るし6周年も来るし、最近結構メンバーとご飯行ったんですよ。最近またサラピと仲良くて嬉しいことですけど、メンバーとご飯に行ったらたくさん食べちゃうんですよ。レッスンが増えたらメンバーとご飯行くんですよね、レッスン帰りに。だからすごい食べちゃって、最近のさ油そばとかさ、え、めっちゃ髪きれいに巻けた、悲しい。そう、たくさん食べちゃう。つらつら、え、悲しい。だってさ、いつも大事な時っていうかさ、お話し会とかでさこんぐらい綺麗に負けたら嬉しいんだけどさ、おでん買いに行くしかないね。サラピとのご飯は奥さんとの時のは別々、同期はおごりとかないですよ、同期は割り勘です。選抜であろうが選抜でなかろうが、深緑さんクッキーありがとうございます。顔は痩せてるように見える、本当？それは昨日の私の公演を見て思った？それともショールーム？ショールームだったらもしかしたら詐欺ってるかもしれない。昨日の公演見てそう思ってくれたんなら嬉しいけど。後輩とのご飯まだあって？まだだね。3期生さん入ったら、3期生さんだって。これからおごる代わりになる。え、でも全然 OK。 だからご飯を食べに行くのめっちゃ好きだから、もう全然行こうって感じ。3期生さん、ご飯ご飯、もう毎日誰かとご飯行きたいぐらいなんで。今からご飯って、だから今日はあんま食べない。なんか太った気がするので、私はダイエットを始めたので昨日の夜から、今日は中途半端な
夕方にラーメンを一食食べることによって夜を食べない。ハトさん、クッキーありがとうございます。わー、くさみです。グラビアそろそろじゃないのって、まだまだだと思うよ。寝かけないのって、もうすることないんだけど。でも明日朝からレッスン、それもあるからかな。テンションが、あれ、櫛なくした。うどんさん、好きギフトありがとうございます。なんか散らかってるわけじゃないのにさ、櫛ってすぐなくなるよね。どこに消えたって感じ。ゆうさくさん、1円タワーをありがとうございます。かわいいギフトありがとうございます。夜中にお腹空かないって、夜中にお腹空いたらなんか食べます。家にあるもの。さっきまで解いてた櫛が消えたんですよ。マジどこ行くとこないのにどこに行ったって感じ。埋もれるような場所ではないのに消えちゃうというマジック。ソファーの上ない。あれれ、あった。薄い気は見えんくなるんかな。みほりんとご飯に行かなきゃ。そうなんよ。てか四国ガイドで最後に焼肉行きたいねって話して、昨日いつ空いてるって思ってスケジュールをみんなで合わせようとしたら合わなかったのでなしになった。焼肉行こうよってみんなになったんですよ。でも予定がなかった。みんなが空いてるよって、椅子がずれた。今日マツパに行く。そうなんだ。ヤマピョンさん、マシュマロありがとうございます。だって4月、3月までに行かなきゃいけないじゃん、みほちゃんとかだと。3月末が卒業公演だから。ってなったら今レッスンめちゃくちゃあったりして行けないんだよね。マイメロ好きだったんだって。マイメロ好き。ね、悲しいですね。焼肉行きたい。一回行ったんですよ、四国でガイド。てかオロナミン C ってめっちゃ炭酸きついよね。またねーって、またねー。そう、私が好きなキャラクターマイメロとちいかわ。でもちいかわよりマイメロ好きですよ。マイメロが一番好きです、ずっと昔から。今日の靴下もマイメロです。かわいいの見せたよね、昨日もらったよ。
ンCめっちゃある。一時期ハマってたからたくさんあるんですけど、最近飲んでなくてマジでたくさんあります。焼肉はどの部位が好き？タンです。ツイートで着てた服はもうしまいました。あれはレッスン着かな、今日のやつは。うのむさん好きギフトありがとうございます。焼肉行きたい、わかる。ゆきさんクッキーをありがとうございます。焼肉ね、お肉食べたい。タン美味しいよね、美味しい。シワさん食べたくなった？え、食べたくなるよね、話したら。わかる、食べたくなるわ。こんばんは、こんばんは。カルビが好きですか？でもなんかね、胃がね結構弱くて、脂っこいお肉とかなんかたくさん食べれないんですよね。焼肉やるタン食べたらテンション上がるかな。でも私寝たら回復するんで、その日のテンションで。マルさん1円タワーをありがとうございます。1円タワー、物を壊したりして大暴走してきますって。いってらっしゃい。カチカチ鳴ってる。ドツネコさん1円タワーをありがとうございます。でも私54位ぐらいらしい、タワーのやつ。ゆうさくさんありがとうございます。どこで見るんだ。石丸さんクッキーもありがとうございます。お姉さんネイルしてないです。ネイル禁止なんですよ。昨日公演があったから地爪です。ネイルしたいです。お姉さん、ポニテ良かったね。ポニテ似合うってよく言われる。NRR さんクッキーありがとうございます。どこじゃろ、どこじゃろうか。1円玉はね消えちゃうから、どこだろう、どこで見るんだろう。そんなマンスリーギフト、ひな祭りギフト、熱血応援ギフト、違うな。熱血応援ギフト今日からじゃん。さっき
さっきあの見た野球ボール。確定申告についてとかあるじゃん、すごい。お知らせのところ。アバターショップ。まもなく3月11日だけど、お姉さんは何してたのって、その当時ってこと？3月、2000何年だっけ。私はね、遠足だったんだよね、その日。小学校の遠足。こんばんは。一円玉のランキング見たいんだけどさ、どっから。あった、あ、2011だよね、合ってるわ。小学校の遠足です。遠足中でした。遠足から帰ってるところ。そう、リコチが1位じゃん。あ、48グループでやってるんだ。へえ、なっちゃん20位。私なっちゃんに110ポイント投げたからな、貢献しちゃってるわ。48位だ。え、すごい、身近なメンバーが1位とかなんだけど、すごい。しかも2万9000も投げられてる。めっちゃすごいじゃん。29万。1101001000万10万。あ、2万か。え、20万。あ、20万か、すごい。29万。1101000万10万。29万も投げられてる、すごすぎ。こんばんは。ダントツじゃん。1位高級焼肉食事券3回。コウジさん、1円タワーもありがとうございます。1円タワー投げた方がいいのかって。でもちょっと厳しいかな、私は。48だしな。焼肉食べたいけど。ジェリボーさん、1円タワーもありがとうございます。私はクッキーの方を集めているから、まあ1円タワーはいいかな。高級焼肉ってどこだろう。叙々苑かな。私はホワイトデーの方を。ズリボーさん、野球ボール。こんばんは。電波悪い。バレンタイン配信っていうか、ホワイトデー配信は14日です。ホワイトデーです。こんばんは、こんばんは。
電波悪くて開けないショールームが、見たいのに見れない乃木坂さん。こんばんは。暗闇だ。マカロン食べてる。ね、マカロン食べてた。食べてはない。マカロン見せてた。まだ食べてない。菅原さんってもう配信したっけ？6時半ごろ。まだだよね。うどんさん、タワーをありがとうございます。よいしょっと。夜食は何買って帰ろうか考えてる。何食べる？焼肉？落ちちゃった。こんばんは。こんばんは。7時過ぎたけど夜ご飯はって、私はね食べたんですよ。もう4時に、ええ、4時にね済ませてまして、こんばんは。まあでもそろそろ終わるんですけど、1時間したので。こんばんは。ゲルくん好きギフトありがとうございます。今日は暖房つけなくても20度近くあるのですごい快適ですね。急すぎない？急。昨日まで暖房つけて19度だったのにね、急にあったかい。こんばんは。トリミングトリミング対策しなきゃこれから。トリミング対策。ニキヤくん好きありがとうございます。タケルくんギフトの好きはありがとうございます。ギフトでの好きはありがとうございます。先にギフトをつけるっていう。残念。頑張って編集頑張ったらいけるかもしれない。編集頑張ったら。どういうこと？ジュリボーさん好きありがとうございます。あ、つながりが悪くなる。頑張りだよ。ヤスルパンさん好きギフトありがとうございます。タケルくん一個の好きのギフトありがとうございます。ベキヤくん
ありがとうございます。確かに過去のなんかの発言をつなげたらいけるよね。確かに間違いない。今までのね、なんか喋ってるやつをさ、勝手にさつなげてさ、ね、作れなくもないですね。ポジティブな動画作っちゃおう。好きって言えば喜ばれるのになんでって、そんな簡単にね、好きを安売りしてはいけませんって言ってね。こんばんは。何どんさんが素材持ってそうだ。どうだろうね、動画は持ってないんじゃない。こんばんは。スクショならあんま動画で保存することってないじゃん。こんばんは。ならもう投げないでおこう。いいですよ、投げないでおこうと思ったら投げないで置いてください。こんばんは。やすさん、ギフトをありがとうございます。ということで終わります、配信。男女13位 ANK さん、12位ロボリンさん、11位ドンちゃん、10位ゴーンさん、9位ミニマロンさん、8位スーヤンさん、7位アキアンさん、6位理化学研究所さん、5位ジュリボーさん、4位ミキヤさん、3位ヤシルパンさん、2位コウジさん、1位うどむさん、ありがとうございました。明日のためにギフト取っておきますって。明日ってことで終わります。お疲れ、夜ご飯食べてください。7時、夜ご飯時ですので。ゆどちゃさん、クッキーもありがとうございます。おやすみ早いけどね。おすすめの夜ご飯は焼肉です。今日の配信をまとめると、焼肉と塩タンと塩タンです。でもこんなね、平日の真ん中から焼肉なんか行けないよね、仕事帰りに。金曜ならわかるけどさ、水曜から行きたくないよね、なんか焼肉って。ってことで終わります。ありがとうございましたね。金曜とかならさ、平日終わったぜって焼肉行こうと思うけど、水曜のさ、平日の真ん中に焼肉って行くテンションないよね。ほやー。